歴史ある太宰府をもっと知りたい、もっと楽しみたい、そんな人におすすめ、スマホ用アプリ西の都太宰府。これさえあれば太宰府観光が10倍楽しくなります。このアプリは太宰府観光をさらに楽しくしてくれる機能が詰まっています。例えば目的に合わせた選べる4つの散策コースや史跡・文化財の情報が満載です。さらに現地でスマホをかざせば1300年前の太宰府をバーチャル体験できる。まるで観光ガイドがそばにいるかのように充実した太宰府観光をエンジョイできます。アプリの使い方はとても簡単です。ホーム画面はシンプルで分かりやすいデザイン。まず左上の構成文化財をタップしてください。日本遺産に認定されたストーリーに関連する文化財の一覧を見ることができます。一つ一つ詳しい解説付きです。右上のマップを選ぶと現在位置から目的の文化財までの道順や距離が表示されます。時間の予定を立てて効率よく観光したい、そんな方はホーム画面の中央にある散策コースを選んでください。あらかじめ4種類のコースが準備されていて、初めての太宰府旅行でも効率よく観光地を回れるように設定されています。では試しに世界とつながる西の都コースを選択してみましょう。ページにあるおすすめ観光スポットの中から観世音寺を目的地に選びます。仮に今立っている現在地を太宰府駅だとします。ここのマップを押すと現在地の太宰府駅から目的地の観世音寺までの道順と距離が表示されます。便利ですね。目的地の観世音寺に到着しました。さすがに歴史が古い大寺院だけあって荘厳な佇まいですね。写真 AR をタップして記念写真を撮りましょう。キャラクターとのショットも撮れますよ。他にも音声ガイドが聞けたり現地限定情報もあるので現地だけで表示される貴重な情報をゲットしてください。さて次の目的地太宰府政庁跡に到着しました。かつてここは太宰府の中心的な場所でした。ではここで VR をタップして VR モードに切り替えます。そして太宰府政庁跡の方向にスマホを向けるとほら当時を再現した建物が映りました。バーチャルになって360度ぐるっと周りを見渡せます。当時はこんな感じに建物が建ってたんでしょうね。まるで1300年前にタイムスリップしたような世界を体験できます。いかがですか？このアプリって面白いでしょ？早速インストールしてあなたも太宰府を体感しませんか？アプリはアップストアまたは Google プレイから西の都太宰府もしくは日本遺産太宰府で検索すると見つかりますよ。このアイコンのアプリを選択してインストールしてください。太宰府観光が楽しみになってきたでしょ？私たちは現地で皆さんを待っているのでどこにいるか探してくださいね。一緒に記念写真を撮りましょう。では皆さんと再び太宰府で会えるのを楽しみにしています。ごきげんよう。